某月刊誌別冊2018年7月発行掲載短編浮気。髪の毛やっとここまで伸びたんです。背中にかかるほどの長さの薄い茶色に染めたロングヘアを撫でながら A さんは言った。以前髪を切ったのは当時付き合っていた彼と別れた時だという。失恋の痛みを忘れるために切ったのかと聞くと、彼女は首を横に振った。いえ、私そういうタイプじゃないので、むしろできれば切りたくなかったんです。そう言って A さんは話し始めた。今から2年ほど前、大学3年生だった A さんは学内の同じテニスサークルに所属する同い年の男性と交際していた。1年生の頃から付き合い始め、サークルの共通の仲間と一緒に旅行に行ったりと良好な関係だったという。その頃は毎晩彼も含めてみんなでオールで飲んだりして結構やんちゃしてました。ある晩、 A さんはいつものようにサークル仲間の家に集まり飲み会を開催した。その時は彼と私とあと二人友達がいました。みんなかなり酔っ払ってて、誰かが怖い話をしようって言い出したんです。みんな順番にどこかで聞いたようなありきたりな話を披露したが、酔いも手伝って大いに盛り上がった。とはいえ怪談話のストックなどすぐに尽きてしまう。次に話題の中心になったのはコックリさんだった。小学生の時に放課後の教室で集まってしたよねなんて話してました。でもコックリさんって地域によって呼ばれ方が違ったりするらしいですね。私は知らなかったんですけど、彼の地元ではキューピッドさんって名前だったそうです。まあやることはほとんど変わらないみたいでしたけど。せっかくだからみんなでやってみようと友人が言い出した。だがコックリさんをするためには50音が書かれた紙を用意しなければならない。全員が酔っている状態でそんなものを準備することができるはずもなく、なんとなくしらけたムードになってしまった。そんな空気を読んで友達の一人が言ったんです。昔少しの間だけ通っていた小学校で流行っていたのがあるって。それなら準備も必要ないし簡単にできるからって。その友人は親がいわゆる転勤族で、2年から3年おきに転校を繰り返していたのだという。それは小学生の3年生から4年生にかけて通っていた〇〇にある小学校で流行っていたものだった。真白様って呼ばれていたらしいです。やり方は簡単で、立った状態で両手を上に上げて、真白様真白様おいでくださいって唱えた後、3回その場でジャンプする。それだけです。そうすると真白様からお告げをもらえるって話でした。例えばコックリさんだと、お告げは効果が示してくれる。その真白様はどのような方法でお告げを伝えるのか。それが友達に聞いてもわからないって言うんです。随分適当ですよね。でもその子が通っていた小学校では一部の子がすごく熱心にやってたみたいなんです。とはいえその場で盛り上がる話題を探していただけの A さんたちにとっては、真白様からのお告げの現れ方など特に大きな問題ではなかった。彼が俺やってみるって言って、フラフラしながら、
真っ白様、真っ白様、おいでくださいって大声で叫びながらジャンプしました。その様子がおかしくて、みんなゲラゲラ笑ってました。みんながあんまり笑うもんだから彼も調子に乗って、もう一回やるから俺のスマホで撮ってくれ、 SNS にアップするからって言って、私にスマホを渡してきたんです。撮影したスマホを返すと、嬉しそうに SNS に動画をアップしてました。せわしなくスマホをいじっている様子を A さんがぼんやりと見ていると、不意に彼氏が声を漏らした。動画をアップして5秒も経っていないのに、もういいねが来た。しかも知らないアカウントから。彼氏の言葉を受けて A さんがスマホの画面を覗き込むと、確かにいいねのマークがついている。いいね一覧には一つだけアカウントが表示されていた。初期設定のままのアイコンでした。人のマークのやつ。名前の欄も空白で、アルファベットのユーザー名は意味があるものじゃなくて、適当に英数字をランダムに入力したみたいなものでした。そのアカウントは自身では投稿を一切しておらず、フォロワーは0人、フォローしているのは彼氏だけだった。 A さんは不気味に感じたが、彼氏は特に気にする様子もなかった。当然真っ白様からのお告げがあるわけもなく、話題は別の方向に移り、ひとしきり盛り上がった後、その日はお開きになったという。それからでした。彼の投稿には絶対その人からいいねが来るんです。例えば一緒に出かけた先とかで、彼が私を撮った写真を SNS にアップするじゃないですか。私も自分の写りが気になるから、フォローしてる彼の投稿を自分のスマホで確認すると、もうその時にはいいねがついてるんです。まだアップしてほとんど時間が経っていないのに。気持ち悪いですよね。ブロックしなよって彼には何度も言ったんですけど、いいねの数も増えるし別によくねって感じで。そのアカウントがいいねをするのは特定の写真や動画というわけでもなく、彼氏がアップしたものすべてに即座にいいねがついていた。そんなことが続く中、A さんは密かにある疑念を抱いていた。浮気相手が捨てアカウントで監視してるんじゃないかって思いました。全部の投稿にいいねつけて、彼と彼のアカウントを見てるであろう私にプレッシャーかけてきてるんじゃないかなって。彼もそれに気づいているからなかなかブロックしないんじゃないのかと疑ってました。1ヶ月ほど経って、その疑念はさらに深いものになる。なんだかよそよそしくなったんですよね。私と一緒にいても楽しくなさそうっていうか、上の空っていうか、何か機嫌を悪くするようなことをしてしまったのかって聞いても、そんなことないって言うし、もう私から気持ちが離れちゃってるのかなって思って悲しかったです。ある晩、 A さんは彼氏の家に泊まりに行った。その時もやはり彼氏はよそよそしい様子で、テレビの音で気まずさを紛らわせつつ、お互い無言でスマホを触り続けた後、早々にベッドに入ったという。深夜、ベッドのきしむ音で A さんは目が覚めた。隣で寝ていた彼が立ち上がって歩いていった気配に気づきました。私も寝ぼけてましたし、トイレに行ったんだろうって思って、またすぐ寝ちゃいました。次に目が覚めた時にも、まだ隣に彼氏の姿はなかった。枕元のスマホで時間を見ると、深夜の3時でした。前に彼が起き出した時に時間は確認してませんが、体感的に結構な時間が経っているような気がしたんです。
彼氏はどこに行ったのだろうか、探した方がいいのだろうかと逡巡していると、かすかに廊下の方から音が聞こえた。ボソ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 って低い声が聞こえたんです。誰かと話してるみたいな声でした。 A さんは忍び足でベッドを抜け出し、 1K の洋室から廊下の様子を伺った。ちょっとずつドアを開けて廊下を確認したんですけど、廊下は真っ暗でした。その代わりトイレから薄く明かりが漏れていて、そこから声が聞こえてました。彼氏が深夜にベッドを長時間抜け出してトイレで話している。おそらくは電話をしているのだろう。以前からの疑念もあって、 A さんは話し相手を探ることにした。 A さんは真っ暗な廊下を音を立てないよう慎重に歩き、トイレのドアにそっと耳を当てて盗み聞きをした。彼ずっと謝ってるんです。ごめんなさいとか、それはできませんとか、許してくださいとか。とんでもない女に捕まって私と別れるように言われてるんだなって思いました。その情けない声を聞いていると、自分の気持ちがどんどん彼氏から離れていくことに気づいたという。なんかもうどうでもいいやって、こんな人と付き合っててもしょうがないなって思いました。でも同時にすごくムカついてきて、どうせ別れるなら完全な浮気の証拠を突きつけてこっちから振ってやろうって考えたんです。 A さんはベッドに戻ったが、彼氏は朝方までトイレから出てこなかった。朝、A さんは何事もなかったかのように彼の自宅を後にした。その上で、その日から1週間後、また彼氏の家に泊まりに行ったのだという。もう意地ですよね。絶対証拠をつかんでやるって思ってました。浮気の手がかりを得るために、A さんが選んだのは彼氏のスマホだった。以前一緒に出かけた際、彼氏が A さんの前を歩きながらスマホのロック画面を解除していたことがあった。見るつもりはなかったが、たまたま見えたその暗証番号を A さんは覚えていた。その晩、二人でベッドに入り、彼氏が寝息を立て始めたのを確認すると、A さんは彼氏のスマホを持ってこっそりベッドを抜け出した。またいつその女から電話がかかってくるか分かりませんから、同じ部屋で見るとまずいかなと思って、あの日の彼と同じようにトイレに入りました。真っ暗な短い廊下を抜け、トイレの中に入った A さんはスマホのロックを解除した。まずメッセンジャーアプリを開き、メッセージ一覧を見てみたが、A さんも知っているサークルの友人との他愛もないやり取りがあるだけで特に怪しいものはない。それならばと続いてスマホの本体の通話履歴を見た。あの日の通話履歴を見れば少なくとも相手の名前はわかるからだ。しかしあの日、あの時間帯に通話をした履歴は残っていなかった。他の通話が可能なアプリを確認しても同様だった。履歴を削除してるんだとしたらもう完全に黒ですよね。深夜に一人でトイレで話すわけありませんから。だからもっと徹底的に調べました。彼氏の写真フォルダーなどを片っ端から見ていったが、めぼしいものはなく、諦めかけていたその時、A さんはあることを思い出した。以前から SNS で彼氏にいいねを送ってきていたアカウントのことだ。彼氏が SNS 上でやり取りできるダイレクトメッセージを通じて、そのアカウントと浮気のやり取りをしているかもしれない。そう思った A さんは SNS アプリを開き、ダイレクトメッセージの一覧を確認した。
ありました、あのアカウントとのメッセージが。でも思ってた内容とは違ったんです。画面には彼からの一方的なメッセージのみが大量に並んでいたという。ごめんなさい、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 ごめんなさい。相手からの返信は一切ないんですが、彼がずっとごめんなさいってメッセージを送り続けてました。多すぎて全部見れませんでしたが、多分ここ数週間ずっと一日に何十通も送ってる感じでした。これは普通ではないと感じた A さんは、浮気の証拠云々の前に彼氏に理由を聞こうと思った。リビングに戻るため彼のスマホを手にしたままトイレのドアを開けると、真っ暗な廊下の真ん中に彼氏が立っていた。廊下は真っ暗だし表情とかはよく見えないんですけど、普通じゃないなっていうのは分かりました。何も言わないんです。ただじっと仁王立ちでこっちを見てるんです。多分30秒ぐらい無言で見つめ合った後に急にこっちに歩いてきて腕をつかまれました。逆上した彼氏に暴力を振るわれる、そう思った A さんはとっさにごめんなさいと言った。だが彼氏は無言のまま強い力で A さんの腕を引き、リビングの洋室の中へ引き込んだ。彼お調子者ではあったんですけど、暴力を振るようなタイプじゃなかったんです。だからもう本当に怖くて、話してって頼んでも全然力を抜いてくれないし。身の危険を感じた A さんは腕を振り切るために全力で抵抗した。彼氏の手が一瞬離れたかと思ったその時、強い力で突き飛ばされた。ローテーブルの角にしたたかに頭を打ちつけた A さんはしばらく動くことができなかった。頭がぼーっとしちゃって、彼が私から離れて廊下に行くのを倒れた状態でただ見てました。再びリビングに戻ってきた彼氏の手にはハサミがあった。そこで A さんは初めて彼氏の表情を見た。満面の笑みで泣いていたという。笑顔を無理やり貼り付けたような顔から涙が流れているのを朦朧としながら A さんは見つめていた。彼氏は無抵抗の A さんに近づくと長い髪を手ですくい上げ、ハサミでバッサリと切り落とした。私の幻聴じゃなければ髪を切りながら、これで一旦大丈夫だから、人形をお前にするからみたいな意味不明なことをずっとブツブツ言ってました。その後 A さんの髪の束を持った彼氏はベッドサイドへ行き、ぬいぐるみを手に取った。そのぬいぐるみはウサギのキャラクターで、以前 A さんと彼氏が出かけた際に立ち寄ったゲームセンターの UFO キャッチャーで手に入れた思い出の品だったという。彼氏はそのぬいぐるみに髪の毛をめちゃくちゃに巻きつけた。その後毛が巻きついたぬいぐるみを手に、横たわる A さんのそばを通り過ぎ、玄関から外へ出て行ってしまった。それっきりです。私は意識がはっきりしたらすぐに彼の家を飛び出して、それから一度も会ってないです。会いたくもないですし、病院には行きましたけど、軽い脳震盪だろうって言われておしまいでした。でも髪は切られちゃって、美容室に行って整えてもらったけど、かなりショートカットになっちゃいましたね。サークルの仲間に一連の流れを話すと、皆信じられないという反応だったが、
彼氏の非道な行為に憤った。A さんに代わって一言物申してやろうという友人もいたが、彼氏がその後サークルに顔を出すことはなかった。大学にも一切姿を見せず、家も引き払われていたという。私も最初はショックと悲しいのと腹が立つので心の整理がついてなかったんですが、今になって落ち着いて考えるといろいろおかしいですよね。つぶやくように A さんは言葉を継いだ。みんなで飲み会をしたあの日から彼は何と浮気してたんでしょうか。一体何に謝ってたんでしょうか。